井上光晴は日本の小説家。貧窮の中に育ち、炭鉱労働を経て日本共産党に入党するも、書かれざる一章が内部批判として注目を集め離党。以後、炭鉱労働者や被爆者、被差別部落民、朝鮮人など、社会の底辺にある差別と矛盾、彼らへの共感をテーマにしたり、奇策を発表した。詩集もある。福岡県久留米市で生まれる。長崎県佐紀都町、佐世保市で育つ。高等小学校中退後、独学で種々の検定試験に合格。戦争中は国家主義思想の影響を受けた早熟な少年であったが、戦後日本共産党に入党。大成巨人、谷川雁らを知る。1950年共産党の細胞活動の内情を描いた書かれざる一章を新日本文学に発表し、党指導部より批判される。いわゆる国際派に属していたため、書簡派により党を除名される。1958年、戦争中の青年の姿を描いたガダルカナル戦集を発表して、それまでの党活動を描いた作品から飛躍し、作家としての地位を確立。その後、被爆者や被差別部落の問題を取り上げた虚構のクレーンや、太平洋戦争中の学徒兵らを描いた死者の時などを執筆。大岡昇平らと共に戦後文学の旗手として活動した。様々な社会的な主題をフォークナーなどの影響を受けた多次元的、前衛的な手法で描いた作風で知られる。ロシア文学やフランス文学の影響下の多い戦後派作家の中で珍しくアメリカ現代文学の影響を受けた作家である。その他、旺盛な創作を続ける中で、1977年、文学伝習書、第1期を佐世保にて開講、後、九州や北海道をはじめ、山形、群馬、新潟、長野など各地で開講して、後進の育成に力を注いだ。社会主義的、左翼的思想に親近感を持っていたが、共産党除名処分の体験から党派性を徹底して拒絶し、共産党除名後は生涯どこの政治党派に所属することもなく活動した。生前に記していた生い立ちや経歴の多くが虚構であったことから、幼少期のあだ名であった嘘つきみっちゃんと呼ばれることもある。戦後派作家の中では、埴谷武だか野間弘と特に親しかった。埴谷は生前の約束で井上の葬儀委員長を務めている。また瀬戸内寂聴と恋愛関係にあったことはよく知られている。NHK 放送特集番組の中で瀬戸内寂聴自身が告白したものによれば、寂聴の出家仏門入りの動機は井上との関係清算の意思によるものだったという。両者は関係清算後は通常の友人関係を井上の死に至るまで継続した。自筆年譜では旧満州旅順に生まれ、4歳の時に帰国。佐世保の佐紀都炭鉱で働き、朝鮮人の独立を扇動したとして逮捕されたとしている。ただし、娘の井上公也は、出身地や大砲歴などの経歴は、例えば、入ってもいない大学に入学したなどとは別の種の虚偽であり、父は自分を小説化したのだと語っている。1992年に大腸がんで死去。享年66。晩年は、がんと闘病しながら多作な創作活動を続けていた。長女は、児童文学翻訳家、直木賞作家として活動している、井上公也。父を描いた、ひどい漢字父、井上光晴や、両親と、瀬戸内寂聴との三角関係を描いた小説、あちらにいる鬼などがある。さようなら CP、ゆきゆきて、進軍などで知られる映画監督、原和夫が小説家、井上光晴の晩年5年間を追いかけたドキュメンタリー映画。井上光晴が1989年にがん告知をされたことにより晩年を密着する映画となった。映画の中で井上の死後に彼の経歴を調べ直した結果、今までの彼の述べていた経歴や生い立ち、すなわち、関東修了順で生まれる、独学で専研に合格、七校、国学院などで学びなどが虚構であったことが明らかにされた。本作では、ハニや瀬戸内も長時間にわたり出演し、井上に関しての証言をしている。ちなみに、全身小説家という表題は、ハニヤがかつて井上のことを形容した言葉に基づいている。2004年、先斗町炭鉱記念公園に、井上光晴の文学碑、先斗歴史民族資料館には、井上光晴文学館が建立される。深沢七郎対談集、生きがたい世に生きる、P227。ありがとうございます。